にちは、ライフジローです、今回はメタルロボット魂ケーシグネイチャープロトタイプダブルゼータガンダム、こちらが届いたので開封していきたいなと思います。皆さんダブルゼータはね、どこら辺で好きになったか、ありますかね。そういうの最初から好きだったとかね。僕はね、結構ね、大人になってからダブルゼータは好きになりましたね。はい、子供の頃はね、そんなに好きな機体ではなかったんですよね。なんか見た目といいますか、バランスといいますか。そうなんですけどもね、だんだんね、ちょっとね、成長するにつれて、このダブルゼータの良さっていうのをね、気づきましたね。かっこいい。まあでも僕特にファッツかな。ファッツがすごいかっこいいなと思って、もうゴッテゴテの重装備。かっこいい。で、今回はプロトタイプ、ダブルゼータガンダムなんですけども、こんな感じですね。でも、もちろん G フォートレスであったりね、こういう形態変形機構、コアファイターも、ついてるということで、まあ、この色もね、さらに僕はこの購買意欲といいますか、沸かしていただいて購入することになったんですけども、かっこいいですね。では開けていきましょうか。はい、ブリスターの中はね、こんな感じで入っております。いいですね。ダブルゼータといえばこのダブルビームライフルこれがね、このバックパックね、めちゃくすごいゲート跡残ってますけどね、これね。はい、手首の交換パーツ、シールドはちっちゃめです。で、本体と渋いな、この色。やっぱりいや、いいですね。あの、普通のね、色、あの、ダブルゼータ本体の、本来のね、あの、色もすごくいいですが、いやー、この色も渋いなー。はい、いやー、かっこいいですね。この足がね、僕大好きになった、あの、ヘイゼルにちょっと似てるんですよね。あのダブルゼータガンダム、プロトタイプではないダブルゼータガンダムとはね、まだちょっと仕様が変わっておりますが、かっこいい。で、あとですね、台座がついております。ジョイントパーツとね、はい。で、説明書ということで、はい、この説明書ね、ちょっと分厚いですね。では本体取り出していきたいと思います。では本体見ていきたいと思います。頭部のね、あのハイムガキャノンはね、プロトタイプにはついてないみたいですね。はい、こんな感じです。まあ、ちょっと塗装はみ出している部分もありますが、いや、かっこいいなぁ。いいですね。やっぱごついなぁ、ダブルゼータは。いやぁ、いや、この色もかっこいい。いいですね。はい、こんな感じ。今のね、バックパックはつけてないです。このね、腕の部分とかはね、ダブルゼータとちょっと違うみたいですよ。まあ、だからプロトタイプならではのデザインですね。おー、足がかっこいい、これ。いやー、いいですなー。かっこいいですね。いやー、おー、パワーありそう。ちょっとバックパックつけてみます。はい、バックパック装着完了でございます。いやー、これよ、これ、この厚み、いい。はい、これでね、ガッチリついています。で、このここですね、これビームガンらしいんですけども、本来あのなんか極太のビームサーベルの持つとこですよね、これ。こういうとこもね、変わってるみたいですね。で、結構可動もね、いろいろ、はい、本当に、いや、このバーニアかっこいいな、しますね。まあ、あの可動に関してはね、あの腰とか首とかね、周りとかは、おそらく、もう言うこと多分ないんでしょう。もう本当に、ね、あ、引き出し機構はそんなにないですね。あんまりやりすぎるとこう擦れて塗装が剥げるかもしれないですね。
いやでも十分なんですよね。はいはいはい。まあ胴体はね、いつもメタルロボット魂あんまりそこまで動かないんでね、まあちょっとひねりもないですね、あんまりね、これで。あ、なるほどね。ちょっと上に引き出してみたいなもあんまりないですね。でまあその他ですね、あの足とか腕とか以外のところ、こういうところ、まあ、ここもはいこんな感じで動いたり、はい、開いたりね、こういうギミックが結構ありそうです。ここもね動きました。はい、うよーんうよーんと、これはね、これはこれでね楽しいですね。いろんなこのデザインといいますか、バリエーションが豊富になる。いやー、やっぱ足がいいなー。あーすごい。でもあんまり擦れると塗装がね、メタルロボット魂がね、結構塗装が剥げちゃうのでね、そこは気ぃつけないとダメですね。で、武装ですね、ダブルビームライフル。いやこれかっこいいわ。でもこの後あんまり出てこないですよね、この形状のビームライフルって。ダブルゼータ特有といいますか、はい、こんな感じで、はい、回転させてね展開さすことができますと。はい、グリップのところもねこんな感じに、はい、これで手首の交換をして持たせるということですね。で、体に似合わず小さなシールドでございます。はい、ダブルゼータこのマーキングかっこいい。この色合いもいいですね。はい、で、アンテナがですね3つ入っておりまして、今ついてるの、もともとついてたのがですね、この横のアンテナ部分、ここが稼働するアンテナですね。はい、こんな感じで、はい、で、こっち、これはですね動かない固定のアンテナです。で、下げたやつの固定のアンテナもこんな感じでついてる、3つ、ついておりますね。はい、まあ、動かさないんであれば固定のやつを使っていくって感じですかね。ではですね、今からちょっと変形をねしていきたいと思います。結構多いので、まずコアトップ大型への変形ですね。まずバックパックの背中の部分を外して、はい、こんな感じで外して、ボディと上半身と下半身を分ける、分離。おう、はい、こんな感じですね。でね、アンテナ外してここの手がねすごい展開するんですよ。でこの手首も、この変形用の手首ですね、もともとついてたやつよりちょっとちっちゃくなりました。わかりますかね。はい、子供みたいな手になってしまいました。でこの手を収納すると、はい、バーニアが出てくるということですね。でもう一回これを閉じると、おお、すごいですね。で、胸部のね装甲をちょっと引き出して上にこう上げます。すごい。あ、これコアファイターの部分ですよね。はい、こんな感じで、でもう一回後ろに下げるときは、はい、下に押し込んで短くすると、おお。で、アンテナ下ろしたやつをねこうやってもう一回付け直して、肩のアーマーをちょっと引き出して、あ、前ですね、前にやりますと、ほうほう、こうですね、ほう、でこう動く、あ、でこうする、すごい変形楽しい。でこう伸ばして腕を、で、これで完成ですね。コアトップ大型、はい、完成かな。で、さらにですね、コアトップ大型フル装備、まあ、ビームライフルとかですねをつけると、ビームライフルとシールド、はい、これがコアトップ大型フル装備、はい、シールドと、ダブルビームライフルをつけた感じですね。かっこいいな。で、コアファイターへの変形というのがあるんですけども、この部分ですね、ここを、取ります。あ、取れた。取ると、このコアファイターが変形、
あーしますと。で、ちょっと引き出したらこんな感じですね。かわいい。コアファイターかわいい、これ。うわ、めっちゃいいこれ。うわー、はい、こんな感じです。かわいい。で、なんやかんやコアベース大型です。はい、コアベース大型、まあ、下半身の部分ですね。はい、これはごつい。あー、いやー、これいいな。このコンパクトさがすごくいいですね。で、これにコアベース大型とカーファイターをつけれると。ここですね、ここにコアファイターつけるんですね。はい、コアベース大型とコアファイターの合体、これ一番好きかもしんないっす。めちゃくちゃいいですね。これいいですね。なんかペンギンみたい。これすごいな、いいなこれ。で、最後ですね、 G フォートレスへの変形というのがあります。はい、G フォートレス完成いたしました。これね、びっくりしましたね。そこもつながんのみたいな、あそこ出てくるんやみたいなね、そのジョイントの部分がね、面白くてね、びっくりしましたね。もう本当によく考えられてますね。もう僕をこういう変形のやつを触るときいつも言うてるんですけども、本当によく考えてますよね。すごいなと思います。いや、これもかっこいい。 G フォートレス、はい、これはね、いかついですね。ただ僕やっぱりこっちのコアベース、あのコアファイターついてるやつ、あれが一番好きかな。いや、これもちろん、いや、はあ、はい、一応ね、全部変形見ていただきましたが、また改めてね、一つずつ、ターンテーブルでね、回していって、ダブルゼータ、プロトタイプダブルゼータですね、人型のやつもちょっとポージングをね、取ったり、ビームライフルを持たしたりとか、できますのでね、堪能いたしましょう。それでは行ってみましょう。
はい、グラタ召喚メダルロボット魂 KAC 軍ネイチャープロトタイプダブルゼータガンダム開封していきました。まあ一通り遊んだ感想なんですけども、僕びっくりしました。あのポージングをねしてる時にね、あれ今回なんかパターン少ないなと思って、ポージングのね、あれ終わり、ちょっと短いかなと思ってたんですけど、ビームサーベルついてないんですね。僕はあの当たり前のようについてるもんやと思ってました、ガンダムのね、シリーズは何かしらね、今回はビームサーベルはなしということで、はい。で、まあダブルゼータね、これね、結構あの関節、各関節もすごい動いてくれるんですけども、やっぱりこのコアファイターの部分ですね、まあ、ここら辺取り外しができる変形機構を持ってるので、まあ、やっぱね、ちょっと動かしてるとね、まあ、あのちょっと上に上がってしまったりとかね、ちょっと揺れたりとかね、まあちょっと不安定かなと、ここら辺がね、はい、思いましたね。で、あとはね、こういった部分があの腕とかね、動かしてると他のパーツにね、ちょっと擦れてしまうので、まあ、そこら辺もちょっと気をつけながら触らないとなと、はい、思いました。で、まあいろいろポージング撮ってたんですけども、ダブルゼータね、この巣立ちの状態が一番かっこいいんじゃないかなと、はい、思いましたね。いや、本当にね、なんかね、ダブルゼータのシルエットですかね。あの、バランスと言いますか。ああ、なんかもうそれがね、一番かっこよく見えるのこれちゃうかなと、はい、僕はね、思いましたね。だからこれで飾りたいなと思います。はい、それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。